選手の背番号20島田選手と背番号550 50高見選手です、ね、よろしくお願いします。フラー株式会社の渋谷会長と株式会社リペリアの野村です。よろしくお願いします。お忙しい中をこれあのうちあの千葉県の柏の、はい、映ってるのアルビレックス新潟の島田選手と高見選手が来てくれました。イエーイ。すごい、はい、喜んでいて結構あの向こうの千葉の人たちもたまに見に来てたりとか、はい、そう応援しに来て、前に住んでた、柏に住んでたとか、はい、僕の柏の、え、じゃあ一言で、だから一なの、え、隣にマンションあるじゃないですか。マンションどれですか。二本建てマンション二本建てる。二本建てる。僕住んでました。本当ですか。え、同じマンションで同じマンション。俺も上です。こんにちは。こんにちは。あの以前そこの、 あの隣のマンションでセキュリティしました高見です。セキュリティしてないです。いつも見てました。今住んでます。今住んでる。あ、こんにちは。こんにちは。アレルックスの島田です。いつもお世話になってます。すいません、また立って仕事中ありがとうございます。はい、あのコーナーキックとかフリーキック蹴ってる島選手です。めっちゃ分かりやすい。分かりやすい。タイミングの比率向こうは70、80、80、こっちが20、30ぐらいっていうので、向こうの方が多いですけど、まだやった YouTube だよな。これ見たことあると思ったから、はい、よかったです。写真撮っていいですか。これで YouTuber の人。ある日ここに飾ってくださいって。こう去年の11月にオープンのお店を、全部毎年でオープンアピールを取れてまして、ビール飲める赤坂でビール飲めるのと、新潟やっぱ日本酒だなって一応酒屋さんの連携して頼むのね。6月1日から、あの最年少、ちょうど1ヶ月ですね。最年少、最年少、あの昨年で渋谷さんが最年少記録を何度も塗り替えられた。石川さんが発展して塗り替えに行った。どんどん増えるから。あとアルミキムチも、アルミキムチ食べました。食べました。美味しい。結構ケチのよくさんのキムチ結構美味しいです、ね、美味しいですね、はい、なんか僕割と好きで、酸っぱすぎる、はい、はい、なんかそんなだからとかじゃなくて、本当に美味しい。なんか海苔、海苔結構美味しい。あ、海苔だった。あれ美味しい。あれ美味しい。それ、なんか、提供できるものがあるっていいです。そうなの。なんか、なんもないんで、インターネットのような。インターネットのことしか教えられない。今この前なんか、あの、クラブと一緒になんか、あれやってましたね。あの、副業人材の募集しにかけさせていただいて、野崎さん。僕すぐに行ったんで、僕やりたい。僕やりたい。ワーカー側で。僕がダメですから。空いた時間で。空いた時間で。うちの会社は、今日はスマートフォンのアプリを作ってて、はい、まあ、隣のハードオフさんとか、表に頑張ってるスノーピークさんとか、新潟さんの長岡花さんとか、大地に。そういう、なんか大きな
会社とか自治体の、まあ、行事とかのアプリを作ってっていう会社なんですけど、まあ、全然新潟以外にも去年だと動物の森認定 の、はい、の連携アプリとか東急さんのアプリとかあの彼が作ってるんですけどやってたりして4年前にそこの2人と立ち上げて新潟の。もうアルバイトとか。あ、そうだよね。2年目ぐらいの時に1年間ほど。大学生だった。大学生だった時に、フラさんがアルバイトとかみたいな。そう、結構そういう人もインターンで、そんな時に上手にしたとか。で、リペリアさんは。今は、なんか地方、まあ、今だと新潟県の企業さんと、首都圏で本業がある方で、新潟に関わりたい。新潟で働きたいけど、まだ首都圏に行きたいみたいな。新潟の会社で働ける副業を目指しているところです。で、さっきのアルビレックスさんも出していただいたり、アルビレックスチアリーダーさんも出していただいたり、本当に越後薬草さんも出していただいたんですけど、結構、まあ、副業っていうと、なんか小遣い稼ぎっぽいようなイメージがあると思うんですけど、ではなくて、なんかこう貢献したいとか、自分で今まで頑張ってきてやってきたことを、さらに地元に還元したいみたいな、そういう思いが強い方が多くて、なんかお金じゃない価値でこう、やっていこうかな。酒払いとか酒造さんの副業案件の報酬を酒にして働くと酒がもらえるっていう酒払いとかをやってたりとかっていうそのトモルイっていうサービスを今運営している会社です。僕自身やっぱこう田舎というか地方都市で暮らすとかがすごい好きで、なんかおじいちゃん家がおばあちゃん家が東京にあって、東京にもよくちっちゃい方まで行ってたんですけど、なんかこう東京にいる意味ってあるのかな感じたときに、やっぱり僕自身は地方で暮らした方が幸せだなと思って、なんか東京に縛られてる人たちって結構仕事がきっかけなことが、まあ、当たり前なんですが多くて、だったらこう地方でも働けるきっかけを作ってあげて、だんだんとこう地方に流していこうというか、なんかきっかけを与えたいなっていうのがサービスの最初です。まず緩く仕事して緩く関わって、なんか気に入ったらそのうち移住してくれるみたいなのしてもいいよね。やってます。人口増加計算です。新潟のために今全力で。新潟の課題解決と。そうです、はい。でもね、新潟本当にいい会社いっぱいあるんで、副業もね魅力的なのと、酒造とかね、そうですね。なんかその、まあ、パートナー企業の方ってどのチームにもいるんですけど、なんか本当に応援されてるなって感じれることって、うん、多分あんまり正直今までなかったというか。あんまり言っていいのこんなこと言ってない。早く投資してもらったら、その分あるよ、ね、あるって。なんか本当に YouTube とかでもやってくれたりとか、みんな本当にね、はい、応援してくれてるなっていうのをちゃんと感じれるっていうのは、相当本気ですよね。うちもできたばっかの会社3人しか、僕含めて3人しかいないんですけど、まあ、そんなちっちゃい会社がなれるってこと自体は面白いことなんですけど、社員の方もそういうきっかけ、まあなんか自分の入ってる会社が少しなるみたいな、パートナーになるってのはないんで、ちょっと喜んでくれてますし。でも本当なんかその、なんだろうな、多分その、先週側からしたらそんなにわかんないかもしれないですけど、特にサポーターとかパートナーとかやってたりすると、なんかね、一番アイドルなんですよね、その、この新潟っていう中で考えると。だから多分本当なんか SNS とか、バンバンやった方がいい。で、やっぱりそれでね、その当然選手の期間って、まあ、もちろん引退とかきっといつかあったりすると思うんですけど、でも絶対多分ね、ずっとファンなんですよね、サポーターの人たち。だから多分次何やるにしても応援してくれると思うんですよ。まあ、それもね、いいですよね。アルミサポーターも欲しい。達人ですもんね、青年。運用しますよ。つながるポイントだっていう。まずそもそもビッグスワン毎週というか毎試合行ってるんですけど、まあ、そこに行くとまあパートナー企業の人たちとか、まあ、いろんな人たちがいてこう紹介し合ったりとか、なんかその一つのものを応援しながら、ね、仲良くなるっていうのがまず一つ良いのと、意外にこう J リーグがそれこそ野球と違って大体の都道府県にあるので、スターウェイの時とかに交流が起きて結構来てるんですよね、その相手のアウェイで、まあ、来てるチームの経営者のパートナー企業とか見に来てたりする、そこで交流が生まれて県
外にそういうことがピッチの外で行われてるんだよ。そう。意外と。うん、いいよ、ね。ありがとうございました。やったー。田上選手はなんと誕生日お誕生日が一緒だ。吉田さんに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。やったー。もうこうなってくるとただのファンですから。チーズ。OK ですね。はい、ありがとうございます。はい